スッと口へ入れたり、お口役でふーっと拭いとかな。かわいいじゃん。子供やるまいで。うん、だいぶやらこになったよ。ほんならね、あげ、網へあげなさい。網？はい。金網へ。ザルのこと？ザル、ザル。金網っていう。このザルにあげたい。そんな大きいのじゃない、一番小さいの。すみませんでした。これにあげたらいい。それやけどしないよ。下へ置いちょいて。なこれ動くで、これ下へ置いちょいて。これ回るで、これどういうこと。危ない。どういうことよこれ。うそく触ったらやけどするで、うん、はい。ほんでそれを水を切っといて、水振り上げてプップップップ振って、え、水を切るわけよね。別に水で水流すわけじゃないやろ。ほんでお鍋をちょっと流して、お鍋を水で流して、はい、ほんでくるくる回らんようにしとくよ。くるくるって何？お鍋が回りよったやろ、ま、だって回る構造やもん、このお鍋が。ほら見て、このくるくる。いや、ほんでそれをあのねじったら、右へねじったら固まる。それわからないね、普段使いやせんから。で、どうしたらいい？そこへかける。ここへ、うん、水入れずに。水は入れんの。はい。あの、ほんで、サバ缶を、うん、水煮のね、うん、どこのそれ、日水方向って書いてるけど。うん、方向って書いてるけど、けどに、日本のじゃない。北欧さんって書いてる。だから日本の国内産って書いてない。北欧って言うとこれ外国なんじゃない。サバ自体が加工するのは日本かもしれんけど。あ、そう知らん。まあ、けんどそれ結構高かったっけ。缶切りで開けんじゃん。いや、下そこ見てごらんや、そこ。こんなん買うのもね、あの炊きやすいもん買わんといけませんよ。いや、そこが開いちゃうぜ。いや、もうそんな変われんね。結構高い、それ。缶切りないけど、いや、缶切りじゃないでかん。ほな、おばあちゃんも探すから、これ持っとって。かまようにして。ちょっと待って。はい。おじゃ、おばあちゃん考えだった。まこと。うん。考えだった。大きいね、サバが。うん。缶切りはない。